こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアラチです。今週準備した曲はストーンズのストロベリーブレックファストです。理由は僕たちが今日本の男性のアイドル曲をなんかリビューしたことがないから勉強したらいいかなと思って選ぶことになりました。じゃあ基本的な説明します。6人のアイドルグループです。事務所はジャニーズ、ラベルは SNE レコジです。2015年に形成したのに2020年に CD でデビューします。初めてはシクストーンズで呼ばれましたけど、その名前がちょっと長すぎるって言われて、I と X を省略無視してストーンズになりましたよね。ストーンズの名前って3つの意味があります。1番目は文字通り原石の意味もあるし、2番目は音階の同以外にレミパソラシの6音と6人のメンバー人それぞれ構成が見せるような意味もあります。最後の3つの意味は英語でトーンで音色の意味がありますので、6人の心も入れてみんな違う構成も入れて意味を作りました。長かったのに、いやそんなに長かったのに、すごいですね。では今週もいきます。이게딱커튼이열리면서딱뮤지컬같은느낌페스티벌같은느낌이게그뉴에라라는스톤즈의노래에같이영화에서본듯한한장면이라는가사를풀어내는것처럼했다고하더라고요아그래서그영화처럼이렇게약간꾸민거구나최준이베이스노도무카시노애가있다이나오프닝그더블오세븐또유애가데데루요운요운 BGM 단단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 너분위기뭐니뜨는데쓰요네そうですね。なんかギターも一緒になってるんですよ。それがまるで昔のような一体感がある音楽を表せるんじゃないかなと僕はちょっと思ってます。아니슈퍼주니어의최신곡을당장어어맞아맞아표정도그렇고뭔가액션이맞아맞아근데발음보니까살다오지않았을까싶어요좀되게네이티브스러운영어발음되는것같아요원테이크라진짜힘들었을것같아근데그러니까이거한번실수하면처음부터다시찍어야되잖아맞아요그리고한명이실수하면되게많이한명이공격당 저프로젝트참여했을때도되게어려웠어요 아니너무귀여운것같아 각자사랑고백하다가 각자뭔가표현하는방법이다다르잖아요막이렇게하고각자개성이딱느껴지는A 멜로のところになんかギター、ベース、ドラムだけ出ないっていう構成を録音するときとかライブするとき、そういう構成の音楽があったら結構避ける感じの音楽。ああ、そんなに難しい。一定なリズムでずっと弾かないといけないから。だからなんかボルスのときに弾いたらなんかリズムが乗りやすい。そう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 。まあ最近。似たような音楽で流行ったのがブルーノ・マースさんの。ああ K-POP といえば機械音とか、そうちょっと演奏しちゃうじゃないですか。俺らは J-POP のアイドル曲はとりあえずあのエレキの音を演奏しちゃう。確かにバンドの国だから。そうですね。バンドの楽器をよく使って。そうだね。아니그래서이게원테이크다보니까이게찾다보면분명히뭔가오게티가있을것같은느낌알지그래서진짜계속보게돼 저는그래서여기서공떨어질까봐저번에진짜불안했어먹는것도최시원같아이분이렇게먹는거보고귀엽다는반응이되게많더라고요아약간
歌詞を見るとなんかボディガードおお女性の方をなんかエスコートする感じに始めますよ、うん、それでもうボディガードの感じがもっと感じれると思います。ジャニーズ特集の方っていうかジュニア子供からずっと育ててその後大人になったらデビューするよっていう感じが、うん、そうですね。だからメンバー一つ一つの個性ができてデビューしたと思います。そうですね。どんなもんすかデビューしたんだよ。あいろいろ不義そうじゃん絶対、うんうん、こういうなんか繰り返されて覚えやすいパートをフックって言え、うん、日本でも韓国でも言いますけど、うん、このフックがある曲っていうのはある程度、まあ、フックで人たちが覚えてくれるから他のまあサビとか A メロとか全然複雑でもある程度は許されますよ。確かになんか終わったらずっとこれわーわーわーがなんか頭の中になんかずっとなんか流せてなんかわーわーわーってめっちゃ大事なことです。そうですね。僕たちの曲にもっと入れるように、で、여기서이뒤에조명의역할이굉장히컸다라고하는거예요。그러니까팬들반응이더멋있어보인다고얘기를하면나도그생각했어요。이게리듬에맞춰서딱딱딱해주거든요。지금사실조명도진짜중요하거든요。진짜원테이크를어떻게했지그래요끝까지원테이크네요사실저희찍은거는원테이크인척많이끊어찍었거든요근데이거는저는찍어봤으니까끊는점을알텐데못찾겠더라고요끊는점아또메로가뭔데이거좀또한국의 K-POP 도가니와안맞나니メロっていうのがあるんですよ。国の音楽のメロはあの国の言語に寄っちゃうみたいなこともありますよね。日本語が言葉言葉がちょっと一つ一つが長い方だから、うん、メロがちょっと長くなったり、うん、まあ、他の国ではさあの見つからない日本だけの J-POP だけの特徴のメロだと思います。かっこいい。おーでもなんか短かった。僕がこれ解析したんじゃないですか。もともとの歌詞はなんか2番目もあります。あでもこれ短くして多分リリースされたと思う。タイトルの曲は僕が僕じゃないみたいだの曲がありましたけど、その曲とカップリングした曲で収録された曲が MV まで作ったのが珍しいな感じになって、なんかファンの皆さんがちょっと感動されましたってなんかそのリアクションがありました。どうでしたか。最近フックが入ってる曲がたくさん発売されるんですよね。みんな観客のみんなとなんか歌手さんみんなが楽しめるように作られた曲が出るのを見てて、あ、結構時代は変わるんだなって結構思いました。僕はやっぱりブレックスーツがやっぱりなんかセクシーな感じかなと思って、いつか5人が全部いい、ね、黒いスーツを着てライブしたし、なんかこの MV みたいに撮影もしたらちょっと大人の感じがもっと出るかなと、そういうことを期待するようになりました。15年に結成して20年にデビューしたんじゃないんですか。その間に何したかなんか探したけど、映画出たりなんか YouTube ライブしたりとかいろんなことしてて、ソンジュの知ってる人たちが増えてからデビューしたんじゃないかと思います。ちゃんと準備してなんかデビューして、それもなんかいや僕たちも必要なものじゃないかななんか思いました。僕はジャニーズ系の男性アイドルの曲を聴いたらなんていう特徴があると思います。本当に J-POP の男性アイドル曲だけの世界的にどこでも見つからない、うん、どこでも聴けないあのそのスタイルがあると思うんで、それが勉強になるし、まあ、好きですよ、あの感じが、うん、なんか最近電気の音楽
のアイドル系が多かったんですけれど、なんか日本のアイドルはやっぱりなんかバンドの楽器とかが聞こえて、なんかそれにハマって、なんかそんなにクラシックな音を作ったんですけれど、こんなにおしゃれな音楽を作ったこともめっちゃ素晴らしかったと思いました。勉強になりました。今週もストンズで勉強になりました。登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。